はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒の山の音楽家についてですね。作詞は水田さんですね。今回はお兄さんお姉さんたちは椅子に座ったまま歌ってくれましたね。今回は背景に紅葉を入れてくれているので、山という雰囲気がとてもいい感じで出ていましたよね。これもとても良かったんじゃないかなと思います。はい、今日はお母さんと一緒の山の音楽家についてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。